はい、牛がいました。でかいです。間近でこんな牛見ることないんでちょっと圧倒されました。牛さんがいました。はい、インドでは牛は神様です。ここインドでは牛は神様です。その前を原付が通ってきました。はい、その前を今警察が通っていきます。はい、この服装は警察ですね。ポリースです。はい、牛をインドバラナシで牛を見つけました。というか見つけるというかそこら中に牛さんはいます。すごい近いです。すごい近いです。でかいです。ナマステ。はい、そして僕が牛を驚いて見るようにインド人の人も僕のことをすごいすごい物珍しそうに見てきます。はい、現場からは以上です。はい、というわけで今ガンジス川の火葬場付近に来ました。これが火葬する薪ですね。はい、実際燃やしているところは撮影は禁止なんで、もうちょっとだけですね。 Go, go, go. はい、この人がなんかね一緒に行くよって言って連れてってくれてるというかね、途中だったんですけど、あ、薪みたいのがこの辺多いな。こっちなのか。はい、ということでついてきます。はい、火葬場行ってちょっとこれが薪ですね。なんか1日200体ぐらい燃やされるそうです。そして火葬してもらえるっていうのは結構なんていうかな、幸せなことらしいんですよ。そのまま死体で流される人とかもいるみたいなんですよね。ファイアボディ、ガンガオッケー、ファイアノットポート、ガンガオッケー、カウ、ワンデイ、150 to 250 people fire. ハルトシ、my name ロイ、ロイ、thank you, nice to meet you, my friend name Kimonoru.キミノル? Look, I don't speak English so good. Japanese, Osaka, Tokyo? Yeah, Osaka. Oh, your friend. Very good friend. Good brother. Good brother. Coming next month. How long India?I stay 7 days. Yesterday, New Delhi. New Delhi and Varanasi. And Kajiraho. Oh, Kajiraho. Kajiraho. Bunkya?Look, many chicken. My Indian friend, New Delhi, here. Oh, New Delhi. New Delhi, my Indian friend. Indian friend. Oh, thank you, thank you. Namaste, namaste. はい、今、火葬場行ってきました。そこです。目の前です。本当にね、死体が、燃やされてました。4体ぐらい燃やされてました。足とか、頭とか、ありました。まず最初燃やすとき油塗ってたんですよ。で何かってインド人の人に聞いたらギーだって言って、羊のミルクでした、油でしたっけ、食べ物にも使ってますよね。ギーのバターとかインドでは使ってると思うんですけど、ギーのバター、羊のバターだったかな、とにかくギー塗ってると、油ではなくギーを塗ってると、顔に塗ってました。はい、そして1体燃やすのに約3時間かかるそうです。はい、で1日に約200体ぐらいが燃やされてるということです。はい、いやー煙すごかったですね。でなんかなんていうんですかね、なんとも言えない気持ちになりましたね。私もいずれ燃やされるんですよね、基本的には。まあ、このインドではここで火葬場で燃やされてガンジス川に骨をな、遺骨流すみたいなんですけど、その終わり方は幸せだっていうことらしいんですよね。最後聖なる川ガンジス川に、はい、体を流してもらうっていうのは、まあ、幸せなことらしいんですよね。1体燃やすのにいくらだったかな、20万ぐらいだったかな、日本円で、ごめんなさいちょっと間違ってるかもしれないですけど、かかって、なのでこっちの人にとってはやっぱり高価なんですよね。なのでそのまま流される人とかもいるらしいんで、はい、ちゃんと仮装してもらって、でガンジス川に流してもらうっていうのは幸せなことらしいんですよ。はい、いやー何とも言えない気持ちですね、仮装場。
いやでも来た回はすごいありましたね。うん、はい、マニカリナルガートっていう、そういうそんな感じの名前です、ここ。はい、見つけるのはそんな難しくないです。あのそんな難しくないですね。はい、それでは、インドバラナシの火葬場から現場からは以上です。ちょっと何とも言えない気持ちになってます。来てよかったです。でも来てよかったです。生と死を、本当に感じることができました。今から1秒1秒大切に生きようと思いました。はい、というわけでついにインドバラナシのガンジス川到着しました。何年がかりだったんでしょうかね。3年前ですか。3年前はビザの不具合で来れず、そして去年はパスポート現金クレジットカード盗まれて来れず、まあ、俗に言う3度目の正直ですね。ことわざって正しいんですかね。はい、ついにガンジス川到着しました。今日は2023年12月29日です。今、お昼の、1時ぐらいですかね。1時ぐらいですね。はい、じゃあガンジス川、すごい人です、すごい人です。とんでもない数の人がいます。本当すごいですよね。はい、じゃあガンジス川ちょっとね、目の前にガンジス川あるんで近寄ってみます。もうちょっと近づいてみます。ガンジス川です。みんなボート乗ってますね。そして写真撮ってますね。インド人は写真好きですからね。あ、こっちの眺めもいいですね。いや、ついにガンジス川来ましたよ。ガンジス川、ガンガ、聖なる川、聖なる川、ガンガーです。ボートいっぱいありますね。で、間近で見るとボートってでかいですね。これすごいな。明日の朝はボートからガンジス川を眺める、ボートから火葬場を眺めるっていうのをね、明日の朝早朝、早起きすごい苦手な私ですが、はい、そんなことは言ってられません。明日、ボートに乗ろうと思ってます。あ、ちなみにあそこ火葬場です。あそこ火葬場です。あそこはね、近くからの撮影禁止なんですよ、ね、あそこが火葬場です。1日に200体焼かれているということです。1体焼くのにちなみに、3時間ぐらいかかるらしいです。はい、ガンガー、ガンガー到着です。ガンジス川ついに到着です。ガンガー、いやー、これがガンジス川ですよ。ガンジス川、こっちの、あ、ノーサンキューノーサンキューノーサンキュー、ネクストデイ、ネクストデイ、トゥモロー、トゥモロー、ナウスグッドベダルダグッドフォトグラフィー、サンキューサンキューサンキュー、トゥモロー、トゥモロー、グッドグッドプライス、サンキュー、ハウマッチ、ハウマッチ、ハウマニピープル、あ、ワンピープル、200、ハウマッチ、200、200、ということで、ボートツアーを進められましたが、明日の朝乗るんで、こんだけいるんですよ、こんだけ、こんだけ人いますよ、すごい人の数ですよ。はい、聖なる川、ガンジス川です。ボート、あ、ボート、トゥモローモーニング、トゥモローモーニング、トゥデイズグッドタイム、サンキュー、サンキュー、トゥモローモーニング1時間、1時間、1時間、 How much? ロインボード、モーターボード、インディアンボート、インディアンボード、1時間、 How much? プトランキュー、2000、おー、1時間、サンキュー。はい、1時間200ルピーってことですね。意外になんかそんな高くないな。なんかもっとすごい高いのかなと思ってましたけど、あ、この辺歩くとボートを進められるんだな。当然ですよね。なので上の方歩いた方がいいのか。こんな感じですよ、こんな感じ。みんな写真好きですね。ナマステ、あー、ボートイズトゥモロー、トゥモロー、ナマステ、トゥモロー、トゥモロー、サンキュー、ボートトゥモロー、ナマステ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 、ヤナイヤメ、ナイヤグムメ、お、あ、お、ナイヤグムメギナイ、What? What? あー、トゥモロー、トゥモロー、トゥモロー、サンキュー。
はい、というわけで、あ、すごい、なんかここね、あのカラメラ越しだったらあれですけどね、あ、眺めすごいですよ、ここ逆にすごい。ナマステーナマステーナマステみんなめっちゃノリノリですね。めっちゃみんなテンション高いっすよ。よいしょ。はい、ガンガーです。ガンジス川です。聖なる川です。明日はあっちの方にもね行けるのかな。あっちの向こう岸にもボートで行けるんじゃないかな。泳いでも行けそうですけどね。まあね、ガンジス川すごいあの汚いんで汚染されてるんで、なんかね泳ぐと日本人、外国人はインド人以外は危険ですけど。あ、広いな。あっち、あ、沐浴してる人いますね。沐浴してる人めっちゃいますね。はい、せっかくなんで、そっちに向かってみようと思います。このままこの下から行けるのかな。落ちたらちょっとね笑いシャレにならないんで気をつけていこうと思います。はい、あ、ここ通っていけるのか。あ、ここ通っていけそうですね。はい、ワープ、こっちから行かなくても大丈夫みたいです。はい、ワープです。はい、ただここ狭いな。あ、こっちやっぱ違いましたよ。神様の部屋みたいな。やっぱここ通らないといけないですね。気をつけないと。よいしょ、ういういと。はい、ガンジス川です。ガンジス川です。いやー、すごいな。はい、あそこで、水を浴びてる人、沐浴をしている人たちがたくさんいます。たくさんではないか、もうちょっと奥の方のガート行くと本当にたくさんいるはずです。はい、あ、みんな沐浴です。沐浴してます。はい、黄昏れてる人たちもいます。聖なる川、ガンジス川です。世界一綺麗で世界一汚い川、それがガンジス川。ヒンドゥー教の聖地です。インド人の人たちは、ヒンドゥー教徒の人たちはここで、あの火葬場で燃やされてここに流してもらうのが、最高の幸せだということです。はい、皆さん、お風呂代わりに入ってるんですかね。はい、沐浴してます。はい、よいしょ。 あそこでなんかチャイっぽい塗ってるな。はい、チャイはね、あ、いましたいましたいました、あの頭にあれ塗るやつですよ。頭塗ってますね。子供、お父さん孫悟空みたいな格好しますけど。はい、じゃあ進んでいきます。はい、あ、匂いがするの。あ、先導の人寝てますね。ある意味死んじゃってるかと思いましたあれね。はい、寝てるだけだと思います。はいはい、ガンガー進んでいきます。あ、犬がいます、犬がいます。あそこ映えスポットなんですかね。サングラスかけましたよ。はい、ここみんな待って、あ、ガンジスカーですもんね、バックが。あ、映えスポットですよ。で、これね、ガンジス川の水をね持って帰る人がいるんですよ、あのお土産に。はい、聖なる水なんでね。あの僕もこれあのボトル何個か持って帰るんで、あのプレゼントしますんで、欲しい人コメント欄に書いてください。3名様に、このミニボトルのガンジス川の水プレゼントさせてもらいますんで。はい、はい、進んでいきます。はい、あっちにも犬がいます、犬がいます。はい、ここは届かないんでしょうね。かゆいかゆいですね。はい、じゃあちょっと上がってきますね。あ、ガネーシャがいますよ、ガネーシャがいます、ガネーシャがいます。はい、ガネーシャいました。
はい、進んでいきます。なんかおもちゃみたいの売ってますね。ビッグボスも売ってますよ。買おうかな。はい、あとはなんかこれ女の人がつけるやつですかね。あ、太鼓みたいのもあるな。うんうんうん。あ、これがお土産の水のボトルですね。はい、私3つ持って帰りますんで、欲しい方先着順です。コメント欄に書いてください。はい、はい、ちょっと長くなんでなったんで、次に続きます。はい、ちょっと長くなったんでここで I love 菓子って書いてありますね。 I love 菓子、お菓子。あ、はい、この I love 菓子のとこを映したところで、一回、CM に入ろうと思います。ここで一回終わろうと思います。はいはい、こんな感じです。はい、じゃあ続きます。はい、このボトルは、ガンジス川の水をお土産に持って帰るためのボトルです。はい、ガンジス川の聖なる水、お土産になるみたいです。はい、インドではね、本当貴重なお土産になるみたいです。はい、というわけでこのガンジス川の水、私も日本に持って帰りたいと思います。なので、欲しい方、先着3名様、はい、コメント欄に書いてください。ガンジス川の水プレゼントです。このちっちゃい方のボトル3つ持って帰りますんで、もし欲しい方がいましたらコメント欄に書いてみてください。先着です。3名様です。それではインドバラナシからプレゼント企画告知させていただきました。はい、というわけでミーアガートっていうんですかね、ミーアガートから、撮影再開です。はい、ガンジス川、インドバラナシガンジス川ついに来ました。うわ、これ絶対一発分かりました。今とんでもない匂いがしたんですよ。とんでもない匂いが、これトイレですね。間違いなくトイレですね。すごい匂いがしました。とんでもない悪臭がしました。そして子供が、恵んでくれと来ました。はい、そしてこれがお土産屋さんですね。はいはい、こっちもボートがいっぱいいます。ボートいっぱいいます。あ、いろいろ売ってますね。太鼓もドラムですか、ありますね。はい、あ、ちょっと洋風の人たちもいますね。観光客の人もいますね。はい、おシバで、あ、ノンノンサンキューあれ頭につけられるんでね、今日はまだ僕いいんで。はい、お、すごいな、すごいな、あのすごいな、あそこ登ってきましたよ、子供たち。すごいです。ノーサンキュー。Yes, no money. No, thank you. Yes, check. No, thank you. No, picture. お、おー。動物たちがいますよ。動物たちがいます。Hi, Sophie, guy, Sophie. How much? 100. 100. 100 rupee. Why, Sophie, Sophie, Sophie.これが100ルピーだそうです。100ルピー。はい、というわけで引き続きインドバラナシのガンジス川です。はい、めちゃくちゃ人口密度が濃くなってきました。めちゃくちゃ人口密度が濃くなってきました。ドルフィンレストラン、イルカレストラン、ちょっと行ってみたいですね。はい、ちょっとここね、足場が悪くなってたな。なんかビチャビチャですよ、ビチャビチャです。あ、これボート作ってるんですね。メイキングボートですよ。ボート作ってますね、これ。はい、今年中には無理でしょうね、はい、
すごいな、めっちゃ手作りいいっすね。はい、聖なる川ガンジス川、そしてその周りにはこれだけの人がいます。夜になると毎晩お祈りの儀式があるんですよ、プージャっていう、はい、毎晩6時だったか7時ぐらいからやってるらしいです。今日の夜は私もプージャに参加させてもらおうと思ってます。ナマステ、ナマステ、ナマステ、ナマステ。 You are vlogging? Yeah. Yes, yes, record us. Oh, キュウリ、キュウリ。 Your country? Yeah. Your country? Country? Japan. Japan. Japan, yeah, Japan. We'll post it on YouTube. Yeah, yeah, yeah. What's the channel? Yeah, 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 yeah. Our channel, Dream Fantasy. Wait, wait, let me see. Dream Fantasy.はい、チャンネル登録してくれるってことで。Just type in this。はい、相変わらずどこもかしこもガンジス川は人口密度が高いです。人口密度がめっちゃ高いです。そして所々で撮影が行われております。インドの人はみんな写真が好きです。思い出を残すのが好きみたいですね。これ年齢問わずですね、若い人も年配の人もみんな好きですね。はい、うわ、ナマステ。ちょっとね、人に疲れましたね、あまりにも人だらけなんでちょっと疲れましたね。はい、いや疲れた。はい、ナマステ。 How are you? Singapore. Okay, okay. 1 minute, no money. No. Thank you. マッサージ詐欺ですよ、マッサージ詐欺。今握手したらめっちゃね、あのマッサージしてきました。で終わったらあのなんか小銭を奪う作戦らしいんですよね。はい。うわ、これおそらくね、偽物の水ですね。偽物ですよこれ。はい。そしてお土産のボトル。これねおそらくね偽物の水ですよ。ほら紙見てください。いかにも剥がして貼り直したってやつじゃないですか。これは偽ですよ。ここはやばいっす。あ、全部そんな感じじゃないですか。ここはダメっすね。はい、僕もインド2回目なんでもう見破れるようになりました。そしてところどころに犬がいます。 No No thank you ナマステ。とりあえずみんな商売ですね。どんどん近づいてくれる人は商売です。ナマステ。みんな商売です、基本的に。握手を求めてくる場合はマッサージだっていうことがね、今ちょっと学びました。黒芝、黒芝もいます。いや続きますね。うわ、しっかり整列した。写真撮るのか。しっかり整列してますよ、綺麗に。いやちょっとなんかカフェでも入って休みたいですけど、そういうのないんですよね。スタバ的なところがないんですよね。スタバってやっぱすごいですね。ちょっと一服したいですね。お菓子、お菓子、焼きそば、ベビースターみたいなのと、プレッツェルみたいなのと、かりんとうみたいなの。なんかじゃがいもの揚げ物みたいなやつ。ジャナバイNo thank you, no thank you. はい、顔にロ、あ、額にロロってやつですね。あ、ファイヤーパン、パン、パン。ナマステ、ナマステ、ナマステ、パン。
Pan. Namas. You want to eat pan? Nah. You want to eat pan? Ah, yes. Kino, yes. Yesterday, eat. Yesterday, eat. Okay. Yeah. How yeah. was the taste? Yeah. Sweet. Sweet. Kino, あれ僕やったんすよ。スイートだけど苦くて、まあ基本的にはね微妙でしたね。はい。はい、まだ続きますね。あの辺が沐浴のメインのとこじゃないですかね。沐浴、沐浴。ナマステ。みんな笑顔ですね。屈託のない笑顔ですね。ピュアな笑顔ですね。はい、ここは あの奥か。あの奥は本当になんかみんな沐浴してそうですね。沐浴スポット、まあ、ここもでももう沐浴スポットですねきっと。あのサンキュー。とにかくボートに乗せようとしますね。沐浴。沐浴です。この頭の後ろのこれわざとだと思うんですけど、どこの国の人かな。インドの人かな。この頭わざとああいうヘアにしてると思うんですけど、なんか宗教とか関係あるのかな。あ、おじいさんも、おじいさんもなんかあるのかな。これ沐浴記念撮影です。はい、よいしょ。おぉ、ガンジス、ガンジス、あ、ムニシガート、うん、ムニシガートですね、今ね、ここムニシガートです。うわ、落ちそうだ、怖っ。あ、まだ続きますね、ガート。めっちゃ続くな。はい、あ、ダラバナガート。ダラバハナガート。Where are you from? Ah, Japan. Japan. It's Darbhanga Ghat. Ah, okay. Thank you. Thank you. Darbhanga is the place where king, ancient king, is from. Yeah, but basically so this is a district in Bihar. Oh, thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Do you know about the Mithila painting? No. No. So actually, Mithila painting is very famous from. Ganga. Oh, thank you. Thank you. Bihar is a state of India, and Darbhanga is a district of Bihar. Oh. Have you visited Vaisali? No. A Buddha place? No, no, no. No? No. Actually, Vaisali is a This is your first time in India? Second time. Varanasi, first time. Oh, Varanasi, first time. New Delhi. Which is your first time? First place in India? First time, New Delhi. Oh, New Delhi. Oh. New Delhi. ということで、拙い会話をさせていただきました。ちょっと申し訳ないですね。僕がちょっと英語あまり分かんないんで、しっかり回答できなくて、せっかくこんなに話しかけてくれたのに。この人たちはちゃんとした人っぽいですね。ちょっと申し訳なかったですね。はい、続きます。はい、じゃあバラナシ編続きます。はい、というわけで引き続きバラナシからお届けしております。はい、今ちょっと心配なんですけど、これワンちゃん寝てるんですけど、大丈夫かな、大丈夫かな。お腹ちょっと動いてるみたいなんで、死んじゃってはいないと思うんですけど、肺が顔にかかってるからかめちゃくちゃ辛そうに見えるんですよね。だからちょっと心配ですね。大丈夫かな、寝てるだけだと思うんですけど、ちょっと心配になりました。はいはい、そしてガートはまだ続きます。この階段のことをガンジス川に、こう続いていくね、階段のことをガートというらしいです。はい、ガートはまだ続いてます。相当奥までありますね、相当奥までありますね、相当奥まであるんですけど、ちょっとまあ奥まで行ってみようと思います。行ける限り、ガート攻めてみようと思います。牛のボートですね。牛の絵が描いたボートですね。ナマステ。ナマステ、ボート。ナマステ。あ、ノーノーノー、サンキュー。ボートって言った言葉を聞かれて反応されましたね。いや、しかし人の数多いな。
いろんな人がいます。新聞読んでる人もいれば、黄昏れてる人も、ボートに乗る人も、沐浴する人も。ハロー、ナマステ。いいっすね、でもね、こうのんびりできて。うわ、沐浴してる人たちめっちゃ強そうですね。あの二人めちゃくちゃ強そうですね。今入ってる二人めっちゃ強そうですね。そしてボートに乗ってると、一応救命胴衣着るんですねはいはい、シュライシルクファクトリー、あ、また違う名前のガートになってますね。ちょっと読めないですね。はーい、こっちは沐浴スポットみたいですね。あ、なんかひげ剃ってもらってますよ。ひげ剃ってもらってますね。シェービング。こんな感じです。はい、あそこにも犬がいますね。犬はどこでもいますね。だいたい丸まっこってるんですよ。あ、でこれお土産的な感じですね。絵画ですか、はあ、はい、続きます。なんか燃やしてる匂いすんな。こっちは火葬場なかったと思うんだけどな。あれ火葬場かな。なんかすごい匂いな。はい、向こう向かってみようと思います。うん、ナマステ。